こんにちは。今日はね、初来店のお客様2人組がいらっしゃったんで、1000人入り、対戦したいと思います。はい、お願いします。お願いします。すごいんだよ。もう画面には映せないんだけどね、もう見た目がすごいバンドマンなんだ赤い髪の毛とピンクの髪の毛のすごいのが来たぞ、はい、パートはパート、ボーカルです。ボーカルで、はい、ありがとうございます。じゃあボーカルのお名前は、まずはハリウッドで。ハリウッドさん、すげえ、はい、ハリウッドさんってやります。ボーカルか、はい、楽器やってたらさ、じゃあ俺が勝ったら君のギターに僕のステッカーを貼るんだよ。まあそん時は、はい、ボーカルが、よし、やります。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。うん、なんか僕がとんでもないことしたら最初はグーじゃんけん、ほい、負けた、お願いします。頑張ります。大丈夫だよ、僕はもうこれは慣れてるからじゃあ、エンドで、はい、ドロー。じゃあですね、この赤いのを置いてターンエンド。はい、ドローします。店長、戦ったことないで聞こえる。本当にマッチには何が見えてるのかな。じゃあ2マナタップで、はい、じゃあグレンニアします。グレンニア、はい、ワンドローします。うん、じゃあエンドです。はいよ。じゃあドロー。じゃあ僕は9、これを置いて、2コストでバクマル君が出てきます、はい、バクマル君のバトル効果でこの人をやっつけます、はい、ターンエンド、はい、じゃあドローします。エンドです。エンド、よし、何もできない。置きます。ドロー。じゃあね、どうしようかな。じゃあいや、これを置いて何も置けないので、はい、バクマル君で1枚ブレイク。はい、あ、じゃあストルムで。はい。相手のパワー6000以下になるように破壊する。うんうん、じゃあこれやられました。やられた。じゃあやられたら僕ワンドローもらいます。はい、じゃあターンエンド。じゃあ、どうします。じゃあ。4マナで、うん、メーテルをします。はい、メーテルだ、はい、なんか悪い人、この人大丈夫。これは一応自分がワンドローした時に、うん、それ代わりに2枚引いて1枚捨てられる能力なんで。わかりました。じゃあエンドです。じゃあドロー。じゃあですね、もうどんどん行ってしまえ。これを置いた4マナブラック V、はい、ブラック V はスピードアタッカーです。アタックするとき自分で選んで手札を捨ててくださいと言いながら、はい、ブラックサイコがやってくる。今何枚持ってるの？3枚です。じゃあ全部だな、結果的に、はい、よし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 、やった。そしてダブルブレイク、はい、はい、ないです。ターンエンド。じゃあメーテルの効果で、あ、そっか、2枚もらっていく。2枚引いて、1枚捨てます、うん、はいよ。じゃあ捨てるのはじゃあメーテルで、はいよ。で、チャージして、うん、じゃあ3マナで、はい、じゃあパルサルします。ほう、パルサル出た時に、うん、自分の手札全部捨てて、うん、で2枚引くんですけど、うん、メーテルがいるので4枚引く。おお、そういうことか、はい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 。で2枚捨てます、うん、じゃあこれとこれを捨てて、はい、じゃあ、エンドです。エンド打たない、はい、よし、置きます。まずいの、よし、じゃあこの今のうちだ。じゃあドロー。ふんふん、いきます。はい、これじゃないよ、こっち置いちゃえ、置いちゃえ、置いたよ、はい、4マナゴーンザブラック V、 あ、そして1マナを使ってデスマッチを、はい、バクマル君に乗っかって召喚、はい、横で見てるデスマッチを召喚、はい、俺の方に見せつけた。そうそうそう、見せつけたよし、行けマッチって、俺のポケモンだぐらいの感じでいきます。みんな打てるぞ、はい、まず、ブロッカーはいないぞ。ブロッカーいないです。ダブルブレイク、はい、どうだ。ないですない、はい、じゃあこれで手札を1枚捨てなさいと言いながらダイレクトアタックです。じゃあ負けました。やった、ありがとうございます。じゃあもうしょうがない、はい、ステージ衣装に縫い付けてもらおうかはい、じゃあハリウッドさん、ハリウッドさんに、勝たせていただきましたので、ハリウッドさんは353番目の犠牲者です。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。